ハロプロ反応集へようこそ。今回は八木しおりと福田誠凛の私服についてのみんなの反応集です。八木なのにホルスタイン模様。ホルスタイン八木。八木しお牛乳リスペクトすぎるだろう、仕事待ってます。牧汁こぼしたみたいな服だな。八木さんの妙な絵の服は多分スプラトゥーンのイメージだよ。マリンちゃんの服イオンわらわら。今の若い子はイオンのだとか別に気にしないんだろうな。イオンのくせに5800円もするのかよ。布じゃん。イオンで飯の食材買うついでに買ったのか。ヤギは習字っぽい服選んだんじゃね。アホ毛がたまらん。クソダサピース。単純に今年の流行だよダサピース。こんなん絶対好きってなるわ。こんな服でも気高さは隠しきれないもんなんだな。今時の若い子ってこういう服流行ってんの？同じワンピでも高そうですね。これオークションに出せば200万はいくだろ。アプカミで流すのにお兄ちゃんのお下がりできた誠凛ちゃん好き。あったな、うなんのレコーディングの時かは忘れたけど。転職温度の時。マリンって兄貴いるのか。母とイオンで買ったのか。富裕層戸籍もイオンの T シャツ着てたからイオンってハイブランドなのかもしれない。耳はネットショップで買うときに親の了解がいるらしい。マリンちゃんの服はだいたいお母さんとお姉ちゃんのお下がりって言ってたな。マコトリンくらい美少女だと何を着ても似合う。かわいいの。安心安全のヤギマリン。今回の動画は以上です。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。